おはようございます。おはようございます。おはようございます。坂本先生、ありがとうございました。ありがとうございました。今日ね、60万超えてきたんだな。超えてますね。超えとる、はい、坂本先生と、まあ、お前らが俺の場所、お前だろ。どんな気持ち。プライベートで、これ自分の車だね。あ、そうです、自分の車です。ラウンドクルーザー、はい、まあ、ここの最強メンバーで綱引き対決したらどうなるか。勝てるね。1、2、3、4、4.5 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さっきからもずっと僕、おっぱいにしか目がいってない。やばいでしょ、生き物でしょ。やばいよ、まあまあやばいでしょ。早速ちょっと準備してやりますんで、はい、見てください。お願いします。お願いします。いいですか。はい、準備いいじゃん。お絶対勝つぞ。勝つぞ。拓が勝つぞ。俺らいけるぞ。準備ですか。よーし、勝るか。勝つぞ。よし、勝つぞ。負けたら恥ですよ。職人負けたら恥ですよ。 OK、 せーの、スタート。わあ、全然動かんな。動かしてる。よし、持ってこい。結構いったね。マジで直したけど痛くない。全然痛くない。先生、お前根性いいかな。なんすか、あの根性。なんで落とすんだって、お前。なんでずっと捕まってるの。下手のついたナスみたいな。だってもう、ちゃんかっこいいかっこいい僕やの。ちょっと俺もかっこいい。逆に出さなかったっすよ。俺のこと好きって言ってた。給料上がってありがとうございましたって今日メール来とったよ。はい。どうしたん。カンタが話せって言ったっす。お前どうしたん。カンタが話せ。俺のせいばっかすんなって。お前こいつ全部お前だな、ね、ちょっと待ってください。いやー面白いね、本当に。今日面白かったね。結構面白かったね。やばいっすよ、俺は。はい、じゃあ、何だ、あのチャンネル登録と、いいね、高評価ね、ぜひね、また見て。ありがとう。サゴンちゃんのファン、ムカつけよ。俺のファンにもらってハゲばっかり入れないで。これも絶対多分、あのいいねの確率、あれ、あれ、いいねの数ほど多分ダサってコメントが出てくる。まあまあいいねだった。あれもっと早かったよね。遅かったよな。このままでやろうか、このままで。なかなかいい絵になったと思う。結構スピードで乗った。